皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回も君とお話コーペンちゃんを、続きの方やっていきたいと思います。で早速、始めていくんですけども、始める前に一つ、言っておきたいことがあって、今ねこれ動画撮ってるのが朝の6時ぐらいなんですよね。だからもうめちゃくちゃ、寝起きと言いますか、ボソボソした声と言いますかね、だいつものようにこうテンションが出せない状況なので、ご理解いただけたらなと思います。あとそれに加えて若干風邪を今ひいちゃってるんですよね。若干の風邪気味で、鼻声っちゃ鼻声なんですけども、わかるのかな、鼻声として収録されてるのだろうか、よくわからないですけども、いやでも風邪をひくのは本当に何年ぶりとかですね。普段風邪なんてめったにひかないんですけど、今はなぜか風邪ですね。鼻が詰まったり鼻水が結構出るしで、喉も痛いしで、ザ風邪の症状ということで、なんかちょっとね怖くなる、懸念されることがあって1週間から、何日、いつ行ったっけ、ちょっと忘れたんですけどね、1週間から10日前ほどに、虹色ミュージアムに行ってきたから、で東京で遊んできて、でその1週間後ぐらいにこうやって風邪ひくと若干怖いですよね今の時代だと、もしかしてみたいな疑っちゃいますけども、でもね熱は全然ないし、味覚とかもねしっかりあるから、今のところは様子見っていう感じだけど、一応ね警戒はして常にマスクつけてたり、なるべく人と接触しないようにしたりとかは心がけてはいるんですけどね。まあきっと大丈夫かなとは、思いますけど、無症状でかかってるとかそういうのもあるのかもしれないですからね、しっかり警戒はしていきたいと思います。じゃあまあちょっとね前置きが長くなっちゃいましたけど、そんな感じのねコンディションとしては最悪なんですけども、今回もね見てくださる方はよかったら楽しんでいってください。じゃあ今日は何がいいかな、ちょっと今肌寒い感じがするから、ドテラコーペンちゃんいいかな。はい、なりました、ドテラコーペンちゃん可愛いですね。今はこの斑点着たいですね。これって斑点ですよね。ドテラってあんまり聞いたことない言葉なんだけど、僕が知らないだけなのかな。これは僕の中では斑点ですね。おばあちゃん家とかにねあるんですけど、そういう時ぐらいしか着ないですけども、でもあったかいですよねこの斑点。気軽にこう羽織れるから使いやすいなと。ドテラってポカポカ、お鍋みたいだなって言ってました今可愛いな。じゃあ今回は57からだね。じゃあ57、58、59、60と今回やっていけたらなと思います。じゃあ見ていきましょう。57、はい、ピンク色の甘い飲み物、ピンク色のコーペンちゃんがよく持っているかも、ピンクコーペンちゃんがよく持っているかも、これはまあわかりますね。きっと皆さんももう浮かんでると思うので、これは打ってしまおう。いちご、ちなみにいちごとかやったら、いちご赤くて甘くて幸せ、いちごミルク、いちごミルク、確認、これか、大好き、いやー大好きってこれ誰だろう。いちごミルクのことを大好きってことなのかな、どうなんだろう。目がなくなっちゃってるね。なんか笑うと目がなくなるのって可愛いですよね笑って目がなくなる、くしゃーってね笑う顔とか可愛いなって思います。大好き、ほー、ありがとう。じゃあ58行こう。学校へ行くこと、漢字2文字で何というか、これは2つ浮かんでるんだけど、どっちなんだろう、
どっちでもいいのかな。どうしよう。なんか数学が正解っぽいから登校とかでやってみようかな。登校、登校、あ、登校でもできたんだ。数学でも多分ねできると思うんですけど、出勤できて偉い。あ、違う、出発できて偉い。コウペンちゃんはこれは学校に向かうのかな、まあ幼稚園に向かうっていうことなのかな。幼稚園バッグに見えますからね。入ってるのはきっとアメちゃんかな、アメちゃんだけだと思うけど、コウペンちゃんってなんかね幼稚園にいる想像がつきますよね。のんびり日向ぼっことか遊んでしてそう。他のみんながドッジボールとか外でワイワイやってる中、コウペンちゃんはのんびりとね、腹っぱで四つ葉探しながらお日様に向かってこう寝転んでポーポイなーって言ってそうですね。可愛いな、そういう妄想してるのがね楽しいですよね。じゃあ59いきます。車で出かけること。コウペンちゃんが乗っている車のナンバーは花丸なんだって。870。うーん、これは車で出かけること、うん、まあまあまあ、これはわかりますよね。なんか問題の難易度が本当に簡単すぎる。なんだっけ、ドライブかな、ドライブかなって思うんですけど、ドライブ、やっぱりそうですね。じゃあドライブ、え、ちょっと待って、一瞬見えたイラストすごいことが起きてた気がする。どこだどこだどこだ、運転して偉いなんだけど、これやっぱりそう、ダンボールだよねこれ。ダンボールで作ったのかな、コウペンちゃんが。あ、そうだよね、しっかり継ぎはぎしてるし、これテープで貼ってる感がある。あ、でもちゃんと前にライトついて、横にもタイヤがついて、ハンドルもこれ取り付けたんだなこれ。え、自分で作ったのかよこれは、それとも白熊さんに教わったのか、それともアデリーさんが作ってくれたのか。どうなんだろう、コウペンちゃんすごい。そっか、現実的な車はコウペンちゃんやっぱりまだ赤ちゃんだからねできないけど、自作の車でね運転の練習するわけだ。かわいいな。でもナンバーがね花丸ついてないね。つけてあげたい。なんか今後ねコウペンちゃんがもっと有名になってきたら、車買って希望ナンバーできるじゃないですか。あれで花丸とかやる人増えそうですよね。僕も次買うとき車買ったら希望ナンバー花丸にしようかな。なんかありな気がしてきた。花丸いいですね。順調順調って感じで、じゃあ60。綺麗な髪に包まれた宝石のような甘いもの。関西のおばちゃんがよく持ち歩いてるかも。このさ、関西のおばちゃんが持ってるって、これってどうなんですかね。その、やっぱり僕たち、まあ、関西以外の方からすると、やっぱそういうイメージ あるんですよね、どうしても。関西のおばちゃんっていつもアメちゃん食べるみたいな、言ってくるイメージあるんだけども、それって関西の方からすると偏見なのかな。どうなんだろう。関西そんなんじゃないわ、みたいな思ったりするのかな。アメちゃんでしょ、アメちゃん。アメちゃんね。確認。ああ、こうやって一気にできるんだ。アメちゃんなものだな。かわいい。このマスコット持ってるな。アメちゃんなものだな。以前ね、いつだろう、18年とかかな。大阪行った時にね、お店屋さんか、お店屋さんがオープンした時かな、行ったんですよね。その時に買った気がする。大阪限定だったのかな、確かこれって。そんな気がするけど。ちょっと忘れちゃいましたが、アメちゃん可愛いですよね。コウペンちゃん、ついにアメになったか。コウペンちゃんのアメだったら、とりあえず食べたいけど、食べてみたいな。いつかそういうのも出そうだな。コウペンちゃんの顔をしたアメとか、そういうグッズというか、発売されそうですよね。可愛い。可愛すぎる。いやー、今回も、いやー、難なく、クリアすることができた。よかったよかった。
まだまだね、解放できるイラストたくさんね、楽しみ。よし、じゃあこんな感じで今日ね、ちょっと前半いろいろどうでもいいお話しちゃったから、こんな感じにしようかな。そうだね、今も時間もいい感じかな。よし、じゃあまあ今回も、4つかな、うん、イラスト解放できたのでよかったです。動画の方はね、これで終わるんですけども、この後続きのパートをね、今からまた撮ろうと思うので、また次のパートもテンションは低いと思うんですけども、ご了承ください。じゃあここまでね、こんなにつまらない実況を見てくださって本当にありがとうございました。じゃあ、また他の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。